本日はリクエストがありました更年期障害に効くツボをご紹介します。まずはツボの場所を図解で説明いたします。じゃあ膻中のツボです。乳頭の中央にあります。実際には後でモデルさんに女性モデルさんで行いますけれども、場所の説明として男性のモデルさんに書きました。首の方ですね、この筋肉の筋がありますの 両側、ここが天柱です。そして天柱の外側、この耳の後ろの骨の出っ張り下端のところと中央、同じ中央のくぼんでるところをだいたいのそれぞれの半分のところですね、ここからここですね、2分の1のところ、ここが風池になります。左右にあります。はい、では、足の方にある血液循環を良くするツボをご紹介します。こちら膝の内側から指3本分ほど上に行ったところにある結界というツボですね。こういう形で刺激しますね。痛いですか？痛かった。あ、はい、はい。更年期障害の各症状は、おけつという古い血が滞ることによって起こるとされていますので、血行を良くするということで結界というツボを押します。それからこの内くるぶしから指4本分ほど上に上がったところにある三陰交のツボですね。こちらもこのようにツボ押しをする、あるいはドライヤーとか温灸ですね、灸などで温めてください。両側にありますので両方押していきますね。この3本分ほど内側にあるツボですね、結界と手のひら分ほど内くるぶしから上に行った三陰交、内すねのところにあるツボですね、ここを押します。三陰交とか結界のツボは冷えとかむくみにも効果的なツボですね。女性の三里とも言われますので、婦人科系の疾患とか症状にはこの三陰交とか結界というのは非常によく効く代表的なツボになります。はい、では膻中のツボを押していきます。先ほど紹介したこの胸の中央にあるツボですね。精神的な落ち込みですとか息が苦しい時ですね、咳を鎮めたりとかそういった作用があるツボです。ここはまあ気持ちいいぐらいの強さでこのようにして押しもみますね。どうですかね、モデルさん。あ、気持ちいいです。すごい気持ちいいです。はい、気持ちを落ち着けたりとか息を楽にするという作用があります。咳が出るような方もここ刺激するのはいいですね。ちょっとさすったりとか、これ揉む感じですね。押し揉みをするようにしますね。はい、次に頭にあるツボを押していきますね。先ほどの膻中と同じように精神的な落ち込み、更年期障害による精神的な落ち込みに効くツボとして天柱があります。先ほど男性モデルさんに書きましたように、首の、うなじの太い筋肉のすぐ外側ですね、こちらにあるのが天柱になります。この辺もこういう形で押しますね。天柱のツボは首のこりとか頭痛とか目の疲れとか、いろいろなことにも効果があります。左右にありますので両方を押しますね。
そして少しその外側の風池、これはのぼせとかほてりに効くツボになります。ここですね。天柱よりも少し外側の耳に近い側ですね。でこの風池のツボは他のツボよりも長めにしっかり通すようにしてください。鼻づまりとか頭痛とか頭の疲れ、首のこり、そういったところにも効果があります。反対もします。風池は風の引き始めの時に温めておくと、風を重くしないで早く治すことができるとされています。ゾクゾクっとするところが風池ですね。風引き始めの時に目の疲れとか、視力の、低下の予防改善にも、効くとされているツボになりますね。ちょっと自分で押す場合の方法を言いますね。こちらが天柱、こちらが風池ですね。ここに両手の親指を当てるようにして、でぐーっと頭少し反らすようにして親指寄せるような感じで、ぐーっとちょっと上に突き上げるような感じで押すと入りますね。はい、このあと天柱の場合はこうギュッと挟むような感じで、押しますけれども、合ってるかな、この筋肉の筋の手と後頭部のこの当たるところですね。でグーッと挟むように押します。よいしょ、ここに指をギューッと寄せるようにして、はいはい、入りますね。はい、はい、そしてそれが天柱の刺激の仕方ですね。はい、で風池を押す場合にはちょっと見せますね、はい、こういう感じで手を開いて、開いて、でこう上の方にこの ここら辺に獅子を当てて、でブーッと同じようにこう頭を乗せるみたいな感じですね。でこういう感じで刺激をしますね。入りますね、これで。はい、以上のやり方で自分で刺激ができます。